この仙台にある廃道を2つ巡っていきたいと思ってます。で今向かっているのは仙台方面から定義如来に行く参詣道だった道、一生に一度の大願も叶うっていうすごい御利益のある如来様のいる場所で、今はこの橋で渡って対岸から行くルートがメインのルートになってるんですけど、はい、で私たちはまあかつてのメインルートであるこちらに行きたいと思います、はい、かつてはここが一番賑やかでいろんな人が通ったそんな道。明治17年にここの道は開通して、はい、その後昭和36年まで使われてましたんで、バイクとかもしかしたらバスも通ってたかもしれないですね、頭の中からこの雑草と年若い木々がいない姿を想像するとすごく幅が広いルートが見えるんです。すごく便利な道だったと思います。今河原に降りてきたんですけど、これ橋だなって今歩いてて思って、雨降った時とかに沢の水を逃がすための橋ですね。おーすごい、橋は結構新しそうですね。コンクリートの橋なので石垣にモルタルが入ってるから結構後年補修されたんですね。で橋は多分おそらく最初は木橋とかだったものを、まあ、後年鉄筋のコンクリートの桁橋に変えたと。いやこれは足元にはきっと立派な石垣があるに違いないということで、ちょっと行ってきます。私は今先人が築いた明治の安全を目撃している。どんな宝石ありもこの石垣は本当に美しい。お待たせしました。ちょっと廃道の石垣には目がないもので、ちょっと岩場が崩れてますので登って降りるみたいな。おー見えてきた。この隧道があることによって楽に笑顔で誰でも安全に定義如来に参詣することが叶うようになったと。いやーかっこいいな。まだ貫通してるね。おーすごいすごいすごい。あー元気そうで何より。手前側が埋まってるけどやはり車が通れたね。だってこの上越えるって思ったらね、どんなに楽か、まあ、しんどいですね。そして出るとこの断崖が続いていて、うん、より険しくなっていると。ゴーゴーと音がこう進む方向に木々の間からチラチラと見えてるんですけれど、あの日本唯一のダブルアーチを持つ大倉ダムが目前ですね。まさか今日放流してるとはねっていう感じなんですけど、で隧道を出るとまだ険しい断崖が続く、はい、そしてここにあるのは隧道と並んでもう一つのクライマックス、はい、片道門ですね。トンネルではないけれどもやはり断崖なんで開けて道を切り開くことが叶わなかった。でもせめて高さそして人の通れる幅そういうのは確保したい、その思いを胸に岩をうがってこの断崖をカタカナのコの字型に切り抜いてるんですよね。いかにこの断崖でこれだけの幅を確保するのが大変だったのかっていうことを伝えてくれます。だこちら側はもうこんなですからね。あちょっと石垣が組んでありますね。かっこいいな。今も宮城の水がめである大倉ダムを見守って静かに余生を過ごしているという。
で今の県道から南下して国道48号に入ったわけなんですけど、うん、まあ、この国道48号、関山峠越えっていう峠を越えて山形県に入る。でその関山峠に明治に入ってうがたれた関山隧道で、その前後の道路部分が今廃道になって残ってまして、まあ、それをこれから明治に入って近代化国家を目指し食産工業をまあ強化させていくぞっていう意識の中で、東北の道路整備っていうのは急務だったんですね、うんうんうん、でそこで三島道常という男が抜擢されて、はいはいはい、東北の道路整備っていうのを明治政府の強力なバックアップをもとに断行していく、まあ、東北の発展は道路の改革あるのみだという大号令を発したっていう、そういう人で、三島道常が私は本当にもう大好きって言っていいのかな、好きとはまた違う感情なんですよね、はい、許せない部分もありでも分かる部分もあり、はい、そして廃道マニアを楽しませてくれる写真や絵をたくさん残してくれてて、そういうところは、うん、ありがとうって思うんですけど今走ってきたのが国道48号なんですね、はい、でこの道がこう関山トンネルっていうトンネルを通って山形県側に行きます。昔の関山隧道はこう U ターン方向に向きを変えてあっちに行きます。でこうよく見るとここだけガードレールの接続も違うから、はい、あ、ここに道あるじゃんっていうのを教えてくれてます。おー素晴らしい、幅が広い、いや立派な道ですね、広い、さすが三島道常の築いた道。この福音っていうのはこうインフラ整備をする中で日本の近代化っていうものを見据えた福音だと思うんですよね。おー塞がれているので、はい、あの場所がゴールになります。へ、車の通るトンネルのイメージで、ね、はいはい、合うと思うんですけど、はい、まあ、明治になってから作られた宮城県内の隧道の中で私が知る限り一番古い。287メートルとかそのぐらいだったら、そんなあるんですね。入りたいな。この水の中でもう構わないから、はい、この隧道の最後の通行人になりたいと。三島が作ったこの大地に挑んだ穴の中に自分の足跡をつけたらどんなに幸せだろうかって思わないですか。もう最後の物語の後書きに私は自分の名を残したい